東京ゴールです。北口行きましょう。丸の内北口出発地点です。到着丸の内北口。はい、ということで、おお、東京駅到着ゴールです、ね、あ、とりあえず出発した時、あのサイコロ振ったところまで行きましょうか。21日ですね。21日か。着きました、東京駅、日本一周してきましたよ、東北行って北海道行って北陸からずっと中国地方、九州、四国、関西で21日ですね。もうすごいね。でも本当ずっとこの旅を見ていただいた方、どうもありがとうございます、ね、今度横浜とか鎌倉とか東京とかは結構近いんで、まあ、そこゆっくり、ね、ご案内しますね。うん、わね、あとちょっと東京駅近辺ちょっと回ってみましょうか、ね、帰ってきた、なんか実感湧いてきたな見慣れた風景が、ね、東京駅をご案内しようか。これハトバス乗り、ハトバス、ここをまっすぐ行くと新橋ですよ。あのサラリーマンたちの街、飲み屋街ね。よし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 、ここからもう新橋有楽町がぐっとすごいんですよ、飲み屋街が。今度ここも紹介しますよね。安い、もうここに行こうか。ここにしよう、生ビールとラーメン、チャーシュね、博多ラーメン美味しかったですね。ただ今のとこはいい、無料で1回だけ階段は食べれるみたいですね、うん、こういうのうまそうだね、焼き鳥ホルモンとか、ね、今度幸福はね。はい、ね、東京駅到着です。約3週間、21日間ですね、到着時。そうですね、21日間ですかね。7月20日からなんで、今日8月10日、7月は31まであるから21日ですね、うん、いや面白かったですよ、ね、またいろいろやりたいです ね、まあ、東京営業バック、ね、東京今日また、ね、いろんなイベントやりたいと思いますんで、また動画アップします。どうも皆さんありがとうございました。また会いましょう、さよなら今からね、一杯ちょっとそこで打ち上げ、一人打ち上げやってきます飲み行ってきますね。じゃあまた会いましょうね、さよなら。